れ様でした。ありがとうございました密な時間だったとは思うんですけど、プログラムに無理もなかったので、本当に体とか心に負担なく楽しむことができました。ありがとうございました。ありがとうございます。本当に年寄りでも十分楽しめるようなことが、できました。こういうプランでも自由に、できて、本当に皆さんが不安になった。美味しいもの食べて、もう少し痛いぐらいです。やっぱり治安のところはすごく心配してて、何せ来たことがないので全くわからない状態なので、どんな感じなのかなとか思ってたんですけども、特にここはセミアップ観光っていうこともあるから特別なのかわからないですけど、観光客もすごく優しいですし、スリとかもそんな合わなかったですし、皆さん本当にわからないこととかもどんどん教えてくれるような感じで、安心して過ごせるっていう印象ですね今では。プログラムでは私の中で一番印象に残ってるのはアンコールワットでのヨガの体験なんですけど、ヨガ自体もそんなにしたことなかった上にアンコールワットも行ったことなくて、それが今回アンコールワットという場所でヨガができるっていう今までないような経験ができたのが私の中で一番楽しかったですね。朝日をアンコールワットの朝日を昇る瞬間っていうか、それがまた太陽に変わるところ、朝日から、初めて大きな朝日を見たけれど、もうすごい感動と、自然の中で座禅を決めたこと、一番見つけたことがきっかけなんですけど、スタッフの方々がサポートしてくださっても安心できるなっていうのが一押しになりましたかね。私はインドジアは一回行こうと思ってたところにゆうちゃんが誘ってくれたから、それで気が付いてくれて、自分一人でなんか来るのってちょっともったいないなと思ってしまって、そうだったらもう誰かいい人誘っていこうと思って、あなたの白羽の矢がね、そうだったり大丈夫でした。食べ物でお腹壊すこともなかったですし、やっぱり日中は暑いんですけど、それでも朝夕が結構涼しいので、木陰に入ってもすごく涼しいですし、風も感じることもできるし、結構休憩もこまめにとってくださって、全然体調面でも特に、大丈夫でした。ガイドさんに遺跡を巡って手を引っ張って手つないで上がってもう本当にね、親子みたいで楽しかった。どんな方でもおすすめできるんじゃないかなと思うんですけども、悩みを抱えている方とかも、全く日本とは違うところで過ごすと、何ですか、そのこと全く考えなくてもいい時間ができるので、そういう方もぜひいらっしゃったらいいかなと思いますし、逆に私そんなに悩みが正直なかったのでチャラホラしながら来ちゃったんですけど、何も悩みとか抱えてなくても、何も考えなんかすごく気に病んでることとかなくても、こっちに来ていろいろ触れるのは自分にとってすごくいい経験だと思うので、でも特におばあちゃんでも来れたので、年齢とかも気にすることなく、おすすめできるのではないかなと思います。本当に安心して何か歩けるお話ができるっていうような感じの仕事ですね。楽しかったっていう一言につきますよね。あっという間でした。
当にこんなに充実した一日を過ごしたの久しぶりかもしれないっていうぐらい充実した日を過ごすことができたと思います。疲れて帰った時にね、マッサージも、ね、マッサージも受けたし、あそこに入ってね、ちょっともう汗もかいて、癒やしてもね、最後の人が来ました。ありがとうございました。それこそお土産いただきました。またぜひ遊びに来てくださいね。またぜひお願いします。